セレウコス2世、カリニコスは、セレウコス朝シリアの王。アンティオコス2世と、ラオディケイス世の子。父アンティオコス2世は、プトレマイオス朝、エジプトよりベレニケを王妃に迎え、ラオディケイス世と離婚した。ラオディケは、王妃に帰り咲くため陰謀を巡らし、紀元前246年には王妃に復帰して、 ベレニケを殺害、アンティオコスも毒殺して、息子セレウコス2世を即位させた。しかし、ベレニケの弟でエジプト王となったプトレマイオス3世は復讐を図り、第3次シリア戦争を開始した。この戦争はエジプトが圧勝し、セレウコス朝シリアは弱体化していった。エジプトに対する敗北に加え、内紛も国力弱体化を早めた。 セレウコスの弟アンティオコス・ヒエラクスは、アナトリアにて自立して、王位を主張した。ヒエラクスは、ガラテア人と同盟して、セレウコスを苦しめたが、ペルガモン王国のアッタロス一世の援助で撃破した。しかし、これは、アッタロスの勢力拡大となり、シリアの安定にはつながらなかった。セレウコスの死後、息子セレウコス三世。 アンティオコス3世が王位を継承し、後者は一時的に帝国の再建に成功することになる。母方のおばにあたる、ラオディケ2世と結婚、三子を設けた。ありがとうございます。